S2009S1 は土星の衛星。ムーンレッドと呼ばれる特に小さいサイズの衛星である。S2009S1 は土星探査機かーニによって2009年に撮影された画像の中から同年7月26日に発見され、11月2日に公表された衛星である。光点半径は約11万7 0 0 0トルである。 これはこれまでに発見されている土星の衛星の中で最も内側を交点しており、カッシーニの間劇の内側の円から5 0 0トル、内側である。また、交点周期はほぼ半日である。土星の間の一つである B 間の中にあり、B 間から約1 5 0ルの高さを有する突起として撮影された。これは S。 2009S1 が B 管に落としている長さ 36km の影の長さと太陽光及び土星の角度から推定された。光転軌道が B 管と同じ角度であると仮定すると直径は 300m である。これはある程度正確な値として分かっている中では太陽系の衛星で最も小さい。管と同じ材質でできているとすると その重さは1億トン以下であると考えられている。中央にある長い影を伴った明るい点が S2009S1 である。右側はカッシーニの感激。ありがとうございます。